の、まあ、教育的な日本はご存じない先生方が多いと思うんですが、この年次改革予防書については先生方はご案内だと思うんですね。でこれは1994年の村山内閣から2009年に鳩山内閣が廃止するまで10年間継続されていたもので、毎年提出されていたものですね。で内容としては、まあ、携帯電話とかインターネット関連ビジネス、それから先ほど申し上げました薬価を含むその医薬品分野、こういった個別の産業分野だけではなくて分野横断的テーマといいまして、例えば独禁法の改正だとか商法の改正、それから司法制度改革とか、まあ、行政慣行、まあ、いわばその3件の分野にも及んでいたと。でこういったものがいつ始まったかというと、実は平成元年のですね、これ西暦で恐縮なんですけども、平成元年の日米構造協議が、まあ、そもそもの発端で、まあ、その後年次改革要望書、あるいは橋本政権時代の六大改革、小泉政権時代の構造改革、まあ、こういった長い歴史の延長線上に実は TPP というものが出てきているわけです。でその全ての原点である構造改革というものですけども、これはアメリカ側が提案してきたので当然元は英語なんですね。アメリカ人はこれ SII と言っております。でこれはストラクチャルインペディメンツイニシアチブの公約なんですけども、直訳すると構造障壁イニシアチブになります。でストラクチャルというのがこれ構造改革の語源になってるわけですね。でインペディメンツ、障壁というのは言うまでもなく非関税障壁です。でイニシアチブが協議と訳されているんですけども、これ英語の辞書を見てもですね、イニシアチブに交渉とか協議とか、要するに対等の立場で話し合うというニュアンスは全くないわけですね。イニシアチブというのは、まあ、日本語に訳せば主導権ということです。つまりこれはアメリカの主導権の下で日本に構造改革を行わせることによって、アメリカ側から見た非関税障壁を撤廃させる、そのことによってアメリカの財とサービスの対日輸出を拡大し、アメリカの国内の雇用対策とするというのがそもそもなんですね。これがもうすでに25年四半世紀続いている。で我が国に構造改革を迫るためにアメリカが駆使したツールが年次改革要望書である。これが、まあ、鳩山内閣によって廃止されましたので、今度は TPP の交渉という形で我が国に非関税障壁を撤廃迫ってくるという図式は変わってないわけです。ですからこういったその過去25年には四半世紀にわたる日米関係を踏まえてみないとですね、 TPP 単体で捉えてもですね、なかなかことの本質が分からにくいというふうになっております。ご清聴誠にありがとうございました。